皆さんこんにちは。メディカルリユース合同会社の荒牧と申します。本日の業務お疲れ様です。さあ本日のテーマなどですが、辞めたいけど辞められない看護師さんへについてお話しさせていただきます。看護師さんの中でですね、仕事がとても辛くて辞めたいという方とても多いと思うんですけど、で辞めたいって言ってもですね、そんな簡単に辞めさせてもらえるわけでもありませんよね。で本日この動画を最後まで見ていただければ、上司に止められた時の対処法について分かりますので、もしよければ最後までご覧ください。でまず1番目ですね、そもそも仕事を辞めたくなった理由は何ですかっていうことなんですけど、一番ここが重要になります。なんで自分自身仕事が辞めたくなったのか考えたことありますかね。今業務がとても辛くてとか、仕事がなかなか覚えられなくてとか、いろいろ皆さん理由あると思うんですけど、その中にですね、どういう問題がある場合は辞めない方がいいのか、また転職したらいいのかっていうことなんですけど、これはですね、これは何に問題ある場合、これは自分に問題がある場合ですね、自分自身に問題がある場合はやめない方がいいです。これはどういうことかというとですね、仕事がなかなか覚えられない、仕事ができない、周りの人についていけない、それでやめたい、そうやって自分の事情だけでですね、やめるってのはとても危険です。でそれを直接言ったとしてもですね、絶対止められます。やはりですね、この動画も何回も言ってますが、こういうのはやはり経験不足っていう部分もありますので、それで辞めたいって思わない方がいいです。で次にですね、何に問題ある場合は転職するかっていうことなんですけど、これはですね、職場に問題がある場合ですね、職場に問題がある場合は転職をするとか、基本的にはですね、看護師長さんに相談して解決できない場合は転職をする、これは毎回すると言ってるんですけど、必ずそこまで行うようにしてみてください。いきなりですね、漠然と仕事辛くて辞めたいからって言って、いきなり辞めますって言って辞めれるわけでもないですし、必ずですね、先輩とかその看護師長さんに相談してですね、自分のあった職場、他に働ける場所って必ず提供されると思いますので、そこに移動してやるとこまでやって、それやってないのかかわらず、あ無理だなっていう場合は転職するっていう考えを持つようにしてください。仕事つらくて辞めたいのは気持ちものすごくあるんです、分かるんですが、それで皆さんお給料もらって生活してるので、辛いだけで辞めたい、楽したいっていうのは皆さんの気持ちもものすごくわかるんですけど、そういうことで決めるのはよしてください。でここにも一応書いたんですけど、やはりですね、それを行うことによって自分の悩んでることがですね、解決できるかどうかっていう考えを持つことが一番大切になりますので、自分の理由か職場の理由か辞めたい理由どっちかってことを考えるようにしてみてください。で次にですね、2番目、退職を申し出るタイミングですね、これもものすごく大、これも大切になってくるんですけど、基本的にはですね、民法の624条で退職の2週間前まで申し出れば OK っていう法律上に基づいて行っております。他の企業さんも皆さんそうなんですけど、でも病院になるとですね、就業規則っていうのがあります。でこの就業規則書いてある本みたいなのも皆さん自分で探してもらってですね、確認していただきたいんですけど、退職の1ヶ月から3月ぐらいで申し出るっていうことが大変多分書かれてると思うので、それが一般常識かどうかわからないんですけど、必ず各病院それぞれ違うと思うので確認していただきたいんですけど、じゃあどちらの基準でやればいいか、これはですね、
病院の就業規則の方を必ずそちらの方に規制に乗ってちゃんと退職するようにしてください。常識的な部分も一応あるんですよ。こう書いてあって病院っていうのは成り立ってますので、就業規制必ず確認してちゃんとルールの下で退職するようにしてみてください。ここで宣伝を入れさせてもらいます。私は医師や看護師ではないのですが、こちらの感染性医療配布処理装置を主に販売しております。こちらの処理装置を導入した病院様は2年で6000万以上のコスト削減につながりました。私は主に病院のゴミ問題について活動しております。病院のリサイクル化は 1.9% しか進んでおらず、こちらの問題点を解決するため、この商品を広めるために YouTube を行っております。ですので私の YouTube チャンネルは主に看護師さんの悩み、また転職についての情報発信をしておりますので、もしよければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。で、続きなのですが、じゃあ円満な退職理由っていうのはどういうものか。まあそれはこれはですね、何回もいろいろ動画出したことあるんですけど、大抵この3つだと思います。で、これが一番何言われてもですね、止められない理由になるんですけど、これはですね、やはりですね、転職が決まってますと、職場が決まったので辞めさせてもらいます。それはそうですよね、職場が決まってるんだから辞めさせられないとか、そういうのは絶対ありませんよね。でもですね、この転職が決まってるっていうのは嘘をついてはいけません。それでなんで嘘ついてついちゃいけないかというとですね、それぞれ看護師長さんで他の病院看護師長さんとの話がつながってたりします。で、この子を辞めたけどあなたの病院に行って転職するっていうか、情報がですね、看護師長さん同士でですね、つながりがありますので、これで転職はしてなかったとか言ったら嘘っていうことになりまして、余計転職する不利になりますので、一応看護師長さんたちにつながりありますので、皆さん絶対は嘘はつかないようにしてください。で、次にですね、まあこれもそうですよね、家庭の事情と、これもまあ嘘はないと思うんですけど、親の看護を手伝わなきゃいけないとか、皆さんいろいろあると思うので、この家庭の事情、これもですね、まあ仕方がないことということで退職理由としてなります。で、次にですね、何がしたいかっていうことなんですけど、看護師としてですね、看護師としてのキャリアアップですね、キャリアアップがしたいっていうことを伝えるようにしてください。今ここの職場で何年もやって、じゃあ次看護師として他の資格を取り合ったいとか、レベルアップをしたい、キャリアアップしたいっていうことで転職したいっていうんであればですね、まあ、周りの方たちは応援して退職を OK してもらえる場合があります。初めにも言いましたが、自分ができてないとか仕事が遅いとか、自分だけの理由だけで退職する、それは絶対できませんし、絶対やめない方がいいです。で、他のところに、まあ、転職したとしてもですね、結局同じことにもなりますし、で、必ず嫌な人はどの職場にも1人か2人はいますので、そういうことも含めてですね、あんまり人間関係だけで辞めるっていう考えを持つようなことは辞めるようにしてみてください。本日は以上です。